北京市、香山公園に残る悲劇が背負う石柱。悲劇は中国における伝説上の生物。石碑の台になっているのは亀氏という。中国の伝説によると、悲劇は龍が生んだ九頭の真獣、達尾九死の一つで、その姿は亀に似ている。重きを負うことを好むと言われ、そのため古来石柱や石碑の土台の装飾に用いられることが多かった。 日本のことわざ、ひいきの引き倒しとは、あるものをひいしすぎると、かえってそのものを不利にする、そのもののためにはならないという意味のことわざだが、その由来は、柱の土台であるひいきを引っ張ると、柱が倒れるからに他ならない。ひいきを、古くは、人と書いた。ひは、絵が3つで、これは、在下が多くあることを表したもの。は、その、ひを、屍の下に置いたもので。 財貨を多く抱えることを表したものである。この財貨を多く抱えるが、大きな荷物を背負うを経て、盛んに力を使う、鼻息を荒くして働くなどの意味を持つようになった。また、引きの音は、中国語で力んだ時の様を表す、擬音語に由来する。秋代の、李東洋が表した、懐六道衆や、ことが表した、昭和外衆にその名が見られる。か田忠 米山虎太郎、審判看護林大衆館、書店、1999年4月1日、6版、1049ページ、ISBN 44億6 9 0 3万1070、ありがとうございます。